皆さん、こんにちは。国立国語研究所のプラシャント・パルデシです。今日は述語と過去についてお話をします。これから話す内容を理解するために、まず日本語のこの例文をご覧ください。太郎が花子を殴った。この例文では、殴ったというものは述語であって、その述語は太郎、そして花子という保護をとっています。この述語と保護の間の意味的な関係を書く、あるいは意味役割と言います。今日はこの書く、そして述語についてお話をします。意味役割ということを先ほど言いましたけれども、この例文の場合は、太郎というものが殴るという動作を知る方ですので、動作集という意味役割を持っています。一方、花子というものが殴られる方ですので、対象という意味役割を持っています。で、先ほど見た書く関係ですけれども、それはどのような形で、あるいは形式で表すかということは、これから見ていきます。日本語の場合は、この格を格助詞で表します。例えば、が、お、に、へ、と、で、から、などです。では述語について少し詳しく見てみましょう。先ほども言いましたように、述語というものはいくつかの保護を通ります。で、その保護はそれぞれ意味役割を持っています。で、その意味役割を日本語では格助詞で表します。で、これからはこの述語について、そしてその述語とその保護とは何か、次には格とは何か、で、さらに格形式とはどういうものなのか、で、格形式の多様性、格枠組み、その次は格の違いによる自動詞の分類、そして最後には意味役割と格形式のミスマッチについてお話しします。ではまず述語とは何かということについて見ていきましょう。伝統文法では、文あるいは節を主語と述語の2つに分けます。述語というものは主語の動作、作用、性質、状態などを説明するものです。次の例文をご覧ください。太郎が笑った。で、これは笑うという動詞が述語として使われている文です。ですので、この文は動詞文というふうに言います。花が美しい。この文の述語は美しいという形容詞です。で、これは形容詞文と言います。で、彼女が学生だ。ここでは述語は名詞プラスだというふうになっていて、これは名詞文というふうに言います。で、述語の保護について見てみましょう。先ほど会議室で太郎が花子を叱ったという文を考えてみましょう。この文では、叱るという行為を描写するために、叱るという動作を行う人、つまり動作集、そしてその行為の影響を及ぶもの、対象、この2つの参与者が必要である。一方、叱るという行為を描写するために、その行為の時間、この例文では先ほど、あるいはその場所、会議室を表す成分が必須のものではなく、アクセサリーのような付随的なものである。このように文が成立するために、最低限必要である成分、あるいは保護を、その述語の必須保護、または項、アーグメントと言います。必須でない成分を副次保護、または不可視
アジャンと言います。で、先ほどの例文でこの用語を当てはめてみると、先ほどは不可視で、会議室でこれも不可視で、だろうがというのはこうで、花子というのはこうで、叱ったというものが述語というふうになります。で、述語が取る必須保護、つまりこうの数は、その述語の結合か、ヴェランシーというふうに言います。で、このヴェランシーの基準で、動詞を3つに分類することができます。一個動詞。これはつまり、こうを1つしか取らない動詞です。まあ、普通は自動詞というふうに言います。花が咲いた。彼女が笑った。で、二個動詞というのは普通は他動詞というふうに言いますけれども、これは私が映画を見たみたいに、私と映画みたいに二つの項を取る動詞です。三個動詞、彼が彼女にメールを送った。ここは彼、彼女、メールというふうに三つの項を取っている動詞です。で、次に意味役割について見てみます。で、意味役割というのは、述語として使用される動詞と、その語の間の意味的な関係を表す文法カテゴリーです。で、次の文を見てみましょう。太郎が花子を叱った。そして、花子が太郎を叱った。で、この二つの文は、自立語である太郎、花子、叱ったは共通しているんですけれども、それぞれは正反対の意味を持っています。太郎が花子を叱ったの場合は、太郎というものは叱るという行為をしている行為者であり、花子というものがその行為の対象である。一方、花子が太郎を叱ったという文の場合は、花子が叱るという行為をする方で動作主であり、太郎が叱るという行為を被る方でその動作の対象である。さらに、この書くあるいは意味役割と書く形式の関係について見てみます。太郎が花子を叱ったという文の場合は、太郎が行為者で花子が行為の対象、これは書く、つまり意味役割である。で、この意味役割をそれぞれ、行為者は画角で表される、行為の対象はお角で表されています。で、次の花子が太郎を叱ったという文の場合は、花子が行為者で太郎が行為の対象であり、で、これはいわゆる角あるいは意味役割であって、で、それは行為者の方が画で表され、行為の対象はこうで表されています。で、書く、意味わかりという名前がついていますけれども、これはおそらく世界のすべての言語に共通あるいは普遍的なものであろうと思います。一方、その書くや形式というものは言語によって異なる個別的なものであります。日本語の場合は、書く形式は、画角、お角、二角、絵角、で角、から角、まで角、と角、より角、ゼロ角のように表されます。で、日本語の書く役割は、書く助詞というもので表しますけれども、彼が彼女を叱ったという文では、がとおが書く助詞である。一方、中国語では、意味役割を語順で表します。で、中国語の画面上の例文を見てください。あるいはそこにある英語の例文では、He scolded her という文の場合は、He が文の最初に来ているので、文の最初に来るものが動詞の前に来る方が動作主で、動詞の後に来る方が her というものが動作の対象となります。これはもし語順を変えると、She scolded him というふうにすると、彼女は叱る方で、彼が叱られる方というふうになります。
このように語順によって中国語あるいは英語で各意味役割を表します。一方サンスクリット語では意味役割を骨折で表します。デヴァダッタハカータムアカロート、このサンスクリット語の文法ではデヴァダッタという名前の人がデヴァダッタハみたいに骨折します。でカートというものがカータムというふうに骨折を起こし、意味役割を骨折で表すという言語です。でこのように言語によって意味役割を表す形式が、あるいはそのやり方が違うということがわかります。しかし、すべての言語が一貫して同じ方法で過去関係を表すとは限りません。次の英語の例文をご覧ください。He scolded her versus she scolded him。 そして、John scolded Mary versus Mary scolded John。 で、この2つの文を比べてみると、英語の場合は John とか Mary とかこのような名詞が入っている場合には語順で過去関係を表します。例えば John scolded Mary の場合は John が叱る人、 Mary が叱られる人。反対に、Mary scolded John の場合は、Mary が叱る人、John が叱られる人というふうになります。ですから、名詞の場合には、John が文章の最初に来るか、Mary が文の最初に来るか、それによって、どちらが動作主なのかということは決まります。一方、その代名詞の場合、He scolded her versus she scolded him。この例文の場合は、この代名詞の形が変わります。最初の文では、He scolded she ではなくて、her というふうになります。で、She scolded him の場合は、She scolded he ではなくて、She scolded him みたいに、he が him に骨折変化します。ですので、英語の場合は、名詞の場合は語順で過去関係を表し、代名詞の場合は骨折変化、he が him に変わったり、she が her に変わったりのように過去関係を表します。数の上では過去関係あるいは意味役割の方がそれを表す形式より多いです。そのために複数の過去関係を一つの過去形式で表す必要が出てきます。例えば、日本語の画角について考えてみましょう。画角は典型的には動作主。例えば、太郎が花瓶を割った。で、この中の太郎がというのは動作主。画角は動作主を表しています。対象、花瓶が割れた。で、この場合は花瓶がというものが、そこの画角は対象を表しています。経験者、私が嬉しかったことは、あの店の料理が美味しくて値段が安かったことです。で、この文の場合は私がみたいな経験者。で、これが同じ画角で表しています。ですので、この例文で示すように、画角という一つの形が動作主という意味役割を表したり、対象という意味役割を表したり、あるいは経験者という意味役割を表したりします。で、画角と同じように、お角も典型的には対象という意味役割を表しますけれども、例えば例文の太郎がおもちゃを壊した。この例文ではおもちゃをというものが壊すの対象となっています。で、典型的にこのお角は対象という意味役割を表しますけれども、鳥が空を飛んでいるのような例文では、敬老という意味役割を果たしていて、3時に会社を出たというところでは、会社をというところで出どころという意味役割を果たしています。で、このような一つの過去形式が
複数の意味役割を表す現象をケースシンクレティズムと言います。で次には核枠組み、これは英語でケースフレームと言いますけれども、このケースフレームについて見てみます。動詞がどのような種類の核あるいは意味役割を必要とし、それはどのような形式で表せるか、表示するのか、それを表すものは核枠組みである。例えば送るという動詞の場合は、画角で動作種、二角でその着点、お角で対象という意味役割を表します。壊すという動詞の場合は、画角で動作種、お角で対象と表します。壊れるという動詞の場合は、画角で対象を表します。でこのように動詞が取る意味役割と、それを表す形式、それを表示するものは核枠組みと言います。で走るも一個動詞で、画角のものが動作種というふうなことになります。でこの意味役割は非常に大事な概念で、これによって言語学の分野では自動詞というものを2つに分類することができます。で自動詞というものは一個動詞ですので、唯一の保護一つしかないので、それは主語となります。でこの自動詞の主語の意味役割によって自動詞を2つに分類することができます。で主語の意味役割が動作種である自動詞、例えば走る、座る、歩く、泣く、笑うなどです。で主語の意味役割が対象である自動詞、壊れる、溶ける、死ぬ、落ちるなどです。でこの主語の役割が動作種である動詞の場合は、その主語は無常物であり、意図的に行為、意図的に動作を行う、表しているために意思動詞とも呼ばれます。一方主語の意味役割が対象である自動詞の主語は、無常物が意思的に行う動作を表さないため非意思的自動詞とも呼ばれます。で生成文法の理論では、意思自動詞は非能核動詞とも言います。で非意思的自動詞は非対角動詞と言います。でこの区別はいろんな言語現象を説明するときには必要とする概念です。例えばここでその一つを紹介します。この区別で語彙的な複義動詞、複合動詞の語構成を語の構成を説明することができます。で複合動詞というのは2つの動詞からなる動詞で、その中に V1 前後、それに V2 後後という2つの動詞から構成されます。例えば投げ落とす、泣き落とす、滑り落ちるなどなどです。で影山199さんは多動性の調和の原理、原則という原則を提案しています。で、この原則によりますと、複合動詞においては、可能な組み合わせは、以下の4つのうちは2つだけです。ここは自動詞だけを検討します。非能核動詞プラス非能核動詞の可能組み合わせは OK です。その例は、歩き回る。非対角動詞と非対角動詞の自動詞の組み合わせも OK です。滑り落ちるというふうな複合動詞があります。しかし、この2つを異なるものを一緒にすると、その組み合わせがダメになります。非能角動詞プラス非対角動詞の組み合わせはダメで、また非対角動詞と非能角動詞の組み合わせもダメです。
言語学ではダメという印は、文法的ではないという印は米印で表します。しかしこの影山一樹君さんの多動性調和の原則を違反する例が日本語で見つかります。例えば先ほど非能格動詞プラス非対格動詞はこの組み合わせは非文法的だというふうに言いましたけれども、歩き疲れるという組み合わせでは歩くというのは非能格動詞で疲れるというものは非対格動詞です。でこの2つの組み合わせは OK です。でこれはどのように説明するかということについては、湯本1996、松本1998は主語一致の原則を立てています。つまり両方の動詞の主語が同じであればその複合動詞は OK ということになります。で、歩く疲れるの場合は歩くの主語と疲れるの主語は同じですので、この複合動詞は文法的ということになります。次には各意味役割と各形式のミスマッチという現象について見てみます。でここでは2つの可能性をまず考えてみたいと思います。同一の各意味役割を同一の各形式で表される場合、そして異なる各形式で表される場合、この2つの場合を考えてみます。まず最初に同一の各意味役割を同一の各形式で表せる場合のケースです。太郎が花子を叱った。で、ここの画角。そして花子が太郎を叱った。で、ここの画角。この両方の画角は、いずれの文でも動作主という役割を持っています。つまり動作主という意味役割を同じ形式、画で表されています。次にはその反対の例を見てみますと、見てみたいと思います。同一の各意味役割を異なる各形式で表せる場合です。太郎が花子を叱った。花子が太郎に叱られた。太郎が花子を叱ったの場合の画角は動作詞を表しているんですけれども、花子が太郎に叱られた場合の画角で花子は動作の対象である。このように同じがという各形式は異なる意味役割を表している。生成文法論ではこのミスマッチを次のような過程をで説明します。表層格と深層格の区別を設けて先ほどのようなミスマッチを説明することができます。表層格というのは目に見える文の表層構造で現れる各形式です。例えば画角、弧角、二角など。深層格というのは目に見えない文の意味関係を表す深層構造における各意味役割のことです。例えば動作詞、対象などです。太郎が花子を叱った。そして花子が太郎に叱られた。この文では深層構造、そして表層構造の両方とも太郎は動作主、花子は対象、つまり深層格は同じです。しかし受け身という変形により表層構造で太郎は二角、花子が画角という表層格で表せるということになります。それでは今日の講義のまとめに入ります。一番最初に述語というものを、述語とは何かを確認しまして、その述語はいくつかの保護を取るということを見ました。述語とその述語の保護の間の意味的な関係を書く、あるいは意味役割ということを確認しました。で、この文では太郎が花子を殴ったという文では、
ファローが動作主、花子は動作の対象である。次にはその書く意味役割を日本語では書く助詞で表せるということを確認しました。日本語ではが、を、に、で、からなどの書くがあれば、書く助詞があります。でつまり述語がいくつかの保護を取り、そのそれぞれの保護が意味役割を持っていて、その意味役割を書く助詞で表すというのは日本語の述語の姿です。で次には書く形式の多様性について見ました。で日本語の場合は意味役割を書く助詞で表します。中国の場合は語順で表すということを確認しました。サンスクリット語では意味役割を名詞の屈折で表すということも確認しました。で、書く枠組みとは何かについて見てみました。動詞がどのような種類の意味役割を必要として、それをどのような形式で表すのか、表示するか、それを表すものを書く枠組みと言います。でそこで送る、壊す、壊れる、走るという4つの動詞を例にとって、それぞれの動詞が取る意味役割の種類と、でそれを表示する書く形式について見てみました。次に意味役割によって自動詞を2つに分類することができるということを見ました。その自動詞の主語が意思的なもので、不条物で意思的にこう動作を行うものなのか、それとも意思的に動作を行わないものなのか、これによって自動詞を2つのグループに分けられるということを確認しました。次には書くと書く形式のミスマッチについて見ました。同じ書く意味役割を異なる形式で表せる場合と同じ形式で表せる場合があります。太郎が花子を叱ったというところは画角は動作主、しかし花子が太郎に叱られたの場合は画角は対象を表す。でこのミスマッチについてどのように説明することができるかということを確認しました。で先生文法の理論では真相書くと表層書くという区別を設けてこのミスマッチを説明することができるということを確認しました。以上です。ご清聴ありがとうございます。